皆さんこんにちは。スプレアトイレのベラちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の動画ですね、またアクリル絵の具を使って東京スカイラインってものの写真をちょっと見ながら作っていきたいと思います。ということで、いや作りましょう。だいたいね、じゃあまず線を引いて、はい、こんな感じです。イエローから赤のグラデーション。あ、これミス多かった。こんな感じ。あー疲れた。いいですね。まあまあまあって感じですね。めっちゃシンプルなんだけど、まあいいんじゃない？ OK! 終わりました。こんな感じです。東京スカイライン。これは完成。東京スカイライン。もしかしたらここ浅草だったな。浅草で東京スカイラインで、あとちょっとわかりません。まあちょっと写真を見て、だいたいね、建物を作ってこんな感じです。
アブストラクトっぽいです。ということで皆さん、なんかこれを作ってとかこれやってみてとかってあれば、もう全然コメントになんか書いてください。そしたら私を作ります。まあ、ということで皆さん、この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。また、アディオス、アディオスアミゴス。